はい、なんでかわからんけど大阪に来ておられた大津彩香さん。なんでかわからん。なんでかわからんけど。なんでかわからんけど大阪行きますって。普通な、まあなんか政治的なことで行くんやったら何々しに行きますとか言うのに、なんでかわからんけど8月24日ぶりに約3週間ぶりぐらいか、そういうことは。たった3週間しか経ってないのに早くも大阪に再び来られた大津彩香さんなんですけど、なんでかわからんけど来られたんですけど、で特に何の報告をするわけでもなく、で報告があったなと思ったら、8月24日ぶり2度目の大阪訪問における情報発信がほぼ食べ物のみやって、あのここに出てきたんが551の蓬莱、知ってるか551の蓬莱。なんだっけ、肉まんやな。あ、それ。ちなみに551のアイスキャンディーもあるんだけどな。え、まあ、ねえ師匠、今お肉って言いませんでした？ほんまやな、ペスカトリアやな。でもリクエストされたのでって書いてあるから、これ誰かのお土産じゃない？お土産かな。お土産やったらしゃあないな。じゃあしょうがない、うん、そこ突っ込もう思ったけどな、うん、まあ俺どっちでもいいけどな別に。俺の大津さんのペスカトリアン設定、俺はどっちでもいいと思ってるので。設定別に肉食いたかったら食ったらええんちゃうのって思ってるんで別に。いや、あの弟子はあれですよ、うん、普通は多分何でもいいんですよ弟子だって、うん、ただあのほら、あ出てこない、何ですっけ、食べないビーガン、あそうビーガンの皆様方からいろんなお声をいただきすぎたので、あそうやな、なんて言うんですか、そのビーガンの方々が食べる食べないっていうのを見すぎたので、あまあな、この辺ちょっと末期です。いやだからビーガンはさ押し付けてくるやんかこっちにさ、うんうん、お前らも肉食うないで、まあ大津さんはそういうとこは見られへんから、うんうん、別に勝手にすりゃいいんじゃねえのと思って、うんうん、まあ弟子は末期末期やな、うん、末期やなほんまな。まあなんでもいいんだけど、マッキーやな、はい、まあ551の蓬莱を買ったと、うん、うん、食べたい。でセブンイレブンのこれご当地おにぎりだよねみたいな、セブンでもセブンイレブンやんけみたいな、天たれまぶし、うん、これ俺も食えんのかな、あとでセブンイレブン行ってみようかな。めっちゃ食いたくなってきたこんな見たら、うん、天たれまぶしでうかいなすをいただきました。でもこれ北摂摂津やったっけ、シティ摂津大阪、どういうことやろこれ、シティ摂津大阪 JP、 なんか政治絡みで言ってんのかな、なんなんやろこれ。でもそうやったらそう言うよね、でも言ったら来るじゃないですか、あ摂津のどこどこ行きますって言ったら、うん、でなすをいただいたんやって、持って帰るのかなこれ、なんかようわからんな、うん、まあ、美味しそう、宅急便で送るのかもしれんし、美味しそう。大津さんで料理できるのかな、できるんじゃないですか。あでもこの前炊飯器でやってたか、うん、なんか一応できるのかな。なんかやらなさそうな感じですけど、まあ、あれが料理っていうか、なんか丸ごと入れてたもんな全てな。あれだってあの稲荷ちゃんでしたっけ、うん、稲荷ちゃんのじゃなかったですっけあれご飯。そうやけどさ、なんか、うん、人間のご飯作れんのかなと思ったけど、誰か知ってる方おられたら。大津さんがなんか料理しました、なんかそういうの全然見えへんよね、うん、だってさ あれは事務所やしか、うん、ケーキお皿がないのでパソコンの上に乗せて食べましたとか言ってたけど、それも意味わからへんけどね。それも意味、せめてコピーを、俺やったらお皿がないんやったら、うん、パソコンの上で食わずになんかさ紙コピー用紙とかを引いて、うん、その上にケーキ、まあ、テーブルの上にコピー用紙とか割と綺麗な紙を置いてその上にケーキ乗せて食うんやけどな、パソコン前、まあ、それはええわ。うん、パソコンケーキはびっくりするよね。このナスをいただいて料理とかできるのかね、まあ教えてください、料理ができるか、大津さんが料理できるかどうか知ってる方は教えてください。でこれ大阪行く時のやつだと思うんだけど、うん、大阪映画の写真が、食い物ばっかりやないかいと。食い物ばっかりかと、なんやねんこれ、よくこれがご報告ですか、ご報告、すべての報告、報告、うん、大阪レポートのすべてがこんだけらしいですわ。摂津に行ったのが気になる、あれかな、この上に摂
シティセッツ大阪 JP で書いてあるのは何だろうな。後でこれ見てみようかな。うかいなすをいただきました。でもなんかな、なんか政治活動として行ったとは思えへんよね。行ってたら行ってるアピールするよね。わかりません。それ以上言いようがないけど、なんかあるか。なんかあるか。一応動画として8分持たそうと思って頑張って喋ってるんですか。あ、でもさっきあのナスの映像、あ、ありましたね。あのコメントで師匠と同じように、うん、ナスか、ナスもらっても自分で料理できるのかな。炊飯器にぶち込むだけかな。そうかもな。で、稲荷ちゃんにあげるんじゃない。ナス食うのかな犬。まあ火通してたら食うんやろか。カッシャンされるとなかなか食べたいものが食べられない。カッシャンじゃないよ、カッチャンだよ。まあ別にカッシャンでもいいんだけどさ、弟子発祥の言葉のカッチャンが浸透してきて、浸透しつつあるもんな。カッチャン、カッチャンな。ちょっとあのある、私たちとあの同じなんとかれの、あやひもろいのね。あやひもろいのあるチャンネルでカッチャンがフューチャーされてました、うん、フィーチャーされてましたけどね。うんうん、ちょっとちょっと、うん、あーってなる、あーってなるね。カッチャンされるとな、ナスも食べられへんからな、まあいろいろなも食べとかなあかんよね。俺はとりあえずこのセブンイレブンの天たれまぶし、これご当地って言ってるから大阪で買えんのかな。あとで行ってみよう。弟子は肉まんの気分になっちゃいました。肉まんも売ってることは売ってるからな、肉まん。まあ551、俺でも俺551の蓬莱の肉まんって食ったことないわ。俺今思ったけど、なんで分からへん。肉まんがそんなに好きじゃないからやと思う。そうなんですか。うん、あんまり肉まんとか食べたいなと思わへんし、コンビニとかでも買ったりせんへんわ。もう師匠、卵の食べ過ぎじゃないですか。卵の食べ過ぎ、ゆで卵と師匠ブロッコリーと。そうやな。うん、そればっかり。この師匠こうそういうのストイックじゃないですか。そうやな。ほんで俺なんかそのコンビニとかで、うん、まああのファミチキ、フェミチキか、フェミチキとかさフェミチキとかの唐揚げくんとかさ、うん、なんちゅうな、そのレジのとこにある食べ物をさ、うんうん、頼むっていうのがなんか嫌やねん俺。なんでか言ったら、うん、ぶっちゃけさ、うん、迷惑じゃないあれ。あ、後ろの方にってこと？それともレジをしてくれてる？なんか俺並んでて前の人がなんかこの唐揚げくんとかさ、うん、肉まんとか言われたらもう、うん、でも下落ちしてんもんな俺心の中で。はぁとか思わへん。だからぶっちゃけとかもう早しくれやとか思わへん。もうおーってもうない。俺はそう思うから、自分が思われんの嫌やから、うん、なるほど。あんまり買わん、もうほとんど買わへんもん俺。あのレジ周りの食べ、なそのレジのとこに置いてあるチロルチョコとかやったら食べる、たまに買ったりするけどさ、うんうんうん、あのなんていうの、ああいうのスナック系のやつっていうの、うんうんうん、ホットスナック系でも、うんうん、だからそういう意味でほとんど買わへんからさ、だから食べへんやと思うわ肉まん。でし、うん、後ろに人がいない時かな、じゃあ買うとしたら。そうやな。でも今日なんかこんな話してたら食べたらなってきたな。ほら、いや今日、今から何やったっけ、肉まんの551の蓬莱は買わへんけどコンビニセブンイレブン行って、うん、この天たれまぶしと肉まんを買ってきて後で食べようと思います。では弟子はそれが常温で届くのを待っときます。うん、まだまだ暑いからの。はい。間違いなく腐るよね。まあ後半全然関係ない話になりましたわ、はい、以上です。はい。